西木市場は、京都市中京区のほぼ中央に位置する、西木工事2のうち、寺町2、高倉通間に存在する、食品販売中心の商店街である。魚、軽野菜といった生鮮食材のほか、乾物や漬物、おばんざいなどの加工食品を商う老舗、専門店が集まる市場。京都独特の食材は、ほぼここで揃う、中小企業庁によれば、 商店街の類型として、超高域型商店街とされる、京都近市場商店街の名称で2006年5月、頑張る商店街77選の一つに選ばれた。鮮魚店市場の起こりは、平安時代、豊富な地下水を利用して、京都御所へ新鮮な魚を収める店が集まり始めたもので、約1300年の歴史を持つ、京都市民からは、 錦木という愛称で呼び親しまれ、軽の台所として、地元の買い物客で賑わう。近年は新京極商店街や寺町、京極商店街とともに、観光客や修学旅行生が訪れる活気のある観光名所としても賑わう。昭和時代に、中央路修理市場の開設や、地下水の枯渇、大手スーパーマーケットの進出など、存続の危機を迎えた。 卸売から小売へのシフトを図りながら、現在に至るスーパーマーケットや百貨店と違い、ここでは新鮮な旬の食材の品質の良さや豊富な品揃えが支持されて市民生活と密着しているところが最大の特徴となっている。そのため価格を高めに設定する店もあるが、高品質や豊富さから本間門を扱っていると信頼し、納得する市民は少なくない。 他地域で、西木市場を銘打つ店が増え、品質を維持するためにも京都府内の商店街で、初めて西木市場の商標登録を取得している。一方、臨時に西木と銘打った食品コーナーを設ける百貨店も登場している。漬物店京都の目抜き通り市場通りの一本北の西木工事2に位置し、赤緑王の色鮮やかなアーケードに覆われた。 石畳の道の距離はおよそ東西390メートル。商店街振興組合に所属する店は約130店舗。道幅は3.2から5メートルだが、道にせり出して商品や商品棚を並べる店舗が少なくなく、実際はもっと狭い。東の端は新京国と交差し、その先に西木、天馬牛がある。ここで業務用の食材を仕入れる、割烹。 料亭、旅館なども多い。一般向けには、京都名物のハボ、グジ、ササカレー、浜焼きサバ、ビワ産の淡水魚など鮮魚を扱う店が20店舗以上と一番多い。その他、伝統野菜とも呼ばれる軽野菜、軽漬物、豆腐や湯葉、麩、うなぎ、つくだに、かまぼこ、干物、乾物などから茶、菓子、パン、寿司まで軽料理向け食材や、 日常の食品は大体ここで揃えることが可能である。生マグロの漬け豆乳ソフトクリームや豆乳ドーナツ、あるいはマグロの漬け串などあまり見かけないものも売られ、また試食品を出す店もあり、食べ歩きを楽しむ人もいる。さらに砂防を出店して、おむすびを供する米屋や定食を供する八百屋、カウンターで焼きたてのカキを供する魚屋など、市場内で飲食を楽しむこともできる。このため、 経営の台所と例えられることも多い。2018年4月には食文化の発信拠点として、トマヤンが開設された。年の暮れには正月用の食材を求める客で溢れる。営業時間は店にもよるが、おおむね午前9時から午後5時までが目安となっている。水曜日と日曜日に休業する店が多い。フィレンツェ中央市場のパスタ、乾物屋、拡大すると、 日本語の品名表記が見える2006年11月3日、西市場商店街振興組合は、イタリア共和国トスカーナ州フィレンツェ市公設の中央市場と知名度向上、観光客誘致及び相互理解を目的に有効提携を結んだ。1965年以来フィレンツェ市は、京都市の姉妹都市で40周年を記念して始めた西市場で、 フィレンツェとスカーナを探そうなどのイベントを通じ、西木市場がフィレンツェと食文化交流を続けてきた成果の一つである、イタリア発祥のスローフード運動に学ぶことも目的の一つとなっている、有効提携締結の翌2007年の4月24日から26日にかけて中央市場関係者を招いて、同市場内でフィレンツェ市の食材を紹介するイベントを開き、 近隣のイタリア料理店の協力を得て関連ブース4店を開設、無料のワインシーンやトスカーナ伝統料理の試食を、当市フィレンツェの食文化を紹介した、京都府とトスカーナ州の経済、環境交流提携等に関する協定について、山田刑事・京都府知事と会談するため初来日した、トスカーナ州のクラウディオ・マルティーニ州知事も、同イベント会場を有効訪問している。 ありがとうございます。